チームのためにどれだけ前向きなエネルギーをこう与えられるかっていうのが、こう最初に代表に来てもらった時からずっとテーマにしてやってきてることなので、それをこういう大きな舞台でもどれだけプレッシャーをこう自分にかけてもできるかっていうところをフォーカスして、本当素晴らしいキーパーたちが、先輩のお二人は本当揃ってるというか、そういう中でやらせてもらってるので、その3人と、まあ、西井琉球コーチとみんなで本当に最強のキーパーグループとして胸を張ってやっていけたらなというふうに思ってます。まあ、4年前は怪我で離脱していけなかった分も、まあ、その悔しさを晴らせるのはワールドカップしかないと思っていたので、まあ、4年越しに名前を呼ばれて本当に高鳴る気持ちと、まあ、このチャンスをつかみ切りたいなっていう気持ちがさらに高まりました。まあ、ただ呼ばれるだけではなくて、ここから、結果を出すっていうところが一番だと思うので、その結果に自分が関われるように頑張りたいと思います。まあ、初めてのワールドカップなので、まあ、なかなかまだこう、まあ、実感というものが湧きづらいところもありますけど、まあ、2011年の あのワールドカップから、まあ、影響を受けてサッカーを始めた一人として、まあ、その最高の舞台にこう、まあ、立てる可能性があるっていうのはすごく嬉しいことですし、まあ、自分の持っているものを、まあ、全て出し尽くせるように、まあ、それがこうチームにとってプラスになるように、まあ、精一杯頑張ってやっていきたいと思います。はい、発表は家で携帯の画面で見てて、まあ、キーパーなんで早く呼ばれるからそんなに緊張しないかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ緊張して、2人目まで呼ばれて、あ、3人目呼ばれなかったらどうしようってめちゃくちゃ不安になりながら、自分の名前を聞いて、聞いた後の方がすごい手が震えてて、あ、本当に呼ばれたんだって思いながらここに来る準備を急いで始めました。自分も自宅で、今日は家に一人だったので、リビングでテレビに映しながら見てましたけど、やっぱり本当にあの瞬間って緊張しますし、本当にこのために頑張ってきたので、そこの重みっていうのは改めて感じましたし、呼ばれた瞬間は本当に4年間いろいろな人に支えられながら、いろいろな人を真似しながらとか、いいことを盗みながらやってきたことが、あの名前を呼ばれる瞬間に本当に良かったなって思えたので、本当に改めて名前を呼ばれた瞬間っていうのは、やっぱり本当に言葉に表せないぐらい嬉しかったですし、まあ、ただ本当ここからだなっていう気持ちも、まあ、今は芽生えてきてます。まあ、発表はちょっと今日は予定があったので、まあ、移動中で、まあ、歩きながら携帯の画面見てちょっとちょっと遅れそうだったんで歩きながら見てて、ちょっといつ呼ばれるかも、まあ、本当に呼んでもらえるかも分からなかったので、まあ、すごくまあドキドキしながらも、まあ、見ていて、まあ、自分の名前が呼ばれた瞬間はもう本当にもう心臓の鼓動がもう外に聞こえるぐらいもうゾクゾクしてて、まあ、でもこう、まあ、発表、まあ、全選手の発表が終わった後に、まあそうこうまあ、ここがゴールじゃないというか、まあ、ここからこう、まあ、世界一を取るために、まあこうまあ、本当に思い描いてきた場所ですけど、まあ、でもそこで、まあこうまあ、何をするかが本当に大切だと思ったので、まあ、今は本当に、まあ、身が引き締まる思いでいっぱいですね。まあ、いろんな方から LINE をいただいたりしたんですけど、一番やっぱメニーナ最後の年とベレーザ1年目に、見てくれていたキーパーコーチから一言だけおめでとうっていう LINE が来て、本当ベレーザに上がる理由を決めたのもその彼の存在でしたし、
そういう今本当にここに座ってられるのは本当にそのキーパーコーチのおかげだっていうのをずっと思ってたというか、あの人がいなかったらっていうのはずっと思ってサッカーしてたので、それをあの LINE をいただいて改めてそれを伝えて、あのオーストラリアで待ってますっていう LINE をしました。まあ恩師からの連絡だったりとか、そういうのはもちろん本当に嬉しかったですし、まあ、あとは本当に自分が結果を残すことでつながる縁っていうのは、やっぱこういう発表だったりとか、まあ、何か大事なゴールを決めた時とかに連絡、久しぶりに連絡をくれたりとか、そういうメディアに出ることでなんか頑張ってるんだねっていう連絡をくれたりとか、本当にそういうのが嬉しいなって感じます。まあ、本当に自分が結果を出すことでいろんな人に女子サッカーの良さだったりとかっていうのも知ってもらえるきっかけになると思うので、まあ、そういった、まあ、まずはこのメンバー発表っていうところで、まあ、いろんな人から連絡もらえたのは本当に嬉しかったです。まあ、あとはもちろんあの両親からも連絡来たんですけど、割といつもドライな弟からちょっとなんか1時間後ぐらいにおめでとうって来たので、まあ、なんか珍しいなと思いつつ、それはなんか結構嬉しかったですね。まあ、チームメイトから、まあ、高校の同級生だったり、まあ、高校時代の、まあ、指導者だったりとか、まあ、そういう方から、まあ、もうたくさんの方から連絡いただいて、まあ、おめでとうっていう、まあ、その一言が本当に嬉しかったですし、まあ、でも、まあ、家族の、あの LINE のグループですごいなんかみんな盛り上がってたんで、本当に、まあ、頑張っててよかったなっていう思いもありますし、まあ、ちょっと、まあ、兄とそこまでこう自分仲良くないんですけど兄もまあしっかりその家族ラインでおめでとうと、その会社の先輩から連絡来たっていう風に言ってくれてたんで、すごく嬉しかったです。やっぱりこのアンダー世代、自分はまあ優勝できなかった代なんですけど、そこでその悔しさを常に持ってやってはきたので、まずはその思いをしっかりどんなプレーにも表すっていうところが一つと、具体的なプレーのところで言うと、自分自身のやっぱ強みであるクロスのところの積極性だったり、そういう、若いキーパーだからこそある勢いみたいなのは、まあ、自分だからこそ出せる部分だかなっていうふうに思っているので、そういう勢いの部分でチームにこう力を与えていけたらなとは思っています。アンダー20のワールドカップで優勝を経験して、まあ、世界の舞台で優勝することの、まあ、あの景色は本当に忘れられないですし、まあ、ただこのカテゴリーが変わってフル代表の試合っていうのはまたアンダーと全く違った場所なので、まあ、本当世界と自分がどれだけ、まあ、戦えるのかっていうのはこれから本当楽しみですし、まあ、個人的にはやっぱりフォワードの選手なので、ゴールを決めることが一番チームに貢献できることだと思っているので、まあ、ゴールという形でチームに貢献できたらいいなと思います。自分はアンダー20のワールドカップで、まあ、あと一歩、まあ、チャンピオンまで届かなかったっていう、まあ、経験がありますけど、まあ、本当にそのあと一歩の差が、まあ、どれだけすごいことなのかっていうのは、まあ、肌で実感したところでもありますし、まあ、やっぱり世界一に立つためにこう、まあ、どれほどの準備が必要で、まあ、どれほどこう、まあ、多くの方の支えがあってっていうのはすごい身に染みて感じたところなので、まあこうまあ、結果が結びつかなければ、まあ、そこまでの努力はこう、まあ、物足りなさが残ってしまうものなので、まあ、これ以上のない準備は、まあ、やってきたつもりですし、まあ、これからもっと、まあ、突き詰めてやっていきたいところですけど、まあ、ワールドカップに向けて、まあ、ゴールへの推進力っていうのは自分の武器として今やっているところなので、まあ、そういうところを多くの皆さんに注目していただけたらすごく嬉しいですし、まあ、それがより結果に結びついて、まあ、ゴールを奪うっていうところで、まあ、チームに貢献できるように頑張りたいなと思います。まあ、まずはやっぱりゴールを奪うっていうところっていうのは、
一番っていうのは忘れてはいけないとは思うんですけど、まあ、あとは前線からの守備だったり、まあ、太志さんのサッカーは本当に前から前線のアグレッシブな守備からスタートすると思っているので、まあ、そこの役割を担えるように頑張りたいなと思います。まあ、アンダー20の頃から、まあ、自分に求められている役割は、まあ、得点の部分っていうのは、まあ、強く意識づけされているところなので、まあ、そういう、こう、まあ、得点っていう結果で、まあ、しっかりこうチームに貢献できるように、まあ、プレーするのと同時にこうハードワークっていうところは、まあ、惜しむことなく、まあ、やる必要があると思うので、まあ、そういうところは、まあ、出し尽くしてやっていけたらなっていう思いです。メニーナというかベレーザ、東京ヴェルディっていうクラブは本当育成のところに力を入れて常にそういう世界で戦える選手を輩出するためにあるクラブっていうふうに思ってますし、そういうふうに育てられてきた人たちが今ベレーザで戦ってるっていうふうに思ってるので、ある意味こう代表だったり世界の場を目指すっていうことが当たり前にあった世界かなっていうふうには思ってます。なので、そうですね、そういう世界をちゃんとこう見せてくれた指導者の方々には本当感謝しないといけないなっていうのと、それをさらに下の世代にもちゃんとつなげられるようにそういうベレーザの代表としていくんだっていうところは常に胸に刻んで戦いたいっていうのは選ばれた時に感じました。まあ、このクラブにずっといて、まあ、本当に自分より上手い選手と一生サッカーができる環境っていうのは本当にこのクラブならではだと思っているので、まあ、毎日が本当に刺激的ですし、まあ、そうやっていい環境でやらせてもらってる分、まあ、このベレザっていう名前を背負って世界と戦えることを本当に嬉しく思いますし、まあ、本当にベレザっていう名前が世界でも広がるようにそういう責任を持って戦いに行きたいなと思います。まあ、セリアスから十文字までもうこう、まあ、サッカーしていく中で、まあ、やっぱりサッカー選手としてのプレーレベルもこう、まあ、基礎からもそうですし、まあ、十文字高校では、まあ、人間性だったりとか、まあ、こう、まあ、ここ、まあ、ワールドカップのメンバーに入るまでに、まあ、やっぱりさまざまな人がこう、まあ、サッカーのいろいろなものを、まあ、指導してくださったところですし、まあ、セリアスだったりとかは、まあ、そのまあ、日本女子サッカーのトップチームであるベレーザーっていう選手、ベレーザーの選手がそばにいながらこう、まあ、プレーする環境も、まあ、ものすごく整っていたので、まあ、そういうところはこう、まあ、自分のプレー技術を上げるために、まあ、すごくこう、まあ、一から、まあ、全てを教えてくれたところですし、まあ、そういう、 こう、まあ、日本女子サッカーのトップレベルであるこう、まあ、日テレベレーザーの選手としてこう、まあ、ワールドカップの舞台でプレーするっていうところは、まあ、誇り持って、まあ、戦いたいなっていうふうに思ってます。まあ、こいつまたこの話かって思われると思うんですけど、まあ、遠征にはいつも漫画を持ってっているので、今回ももうちょっとこれからリサーチして漫画を持っていきたいなと思っています。まあ、今回は本当に長いのでちょっと紙ではさすがに持っていけないかなと思うので、電子で何かも完結済みの何かをいい作品を読めるようにちょっとリサーチしておきます。その漫画好きのリッコから借りたい漫画があって、結構ずっと前から言ってるんだけど貸してくれない漫画があるんですよ。そうです、東京リベンジャーズ完結したら貸してくださいっていうお願いをして早数ヶ月紙で貸してくれますかね。紙で持ってくる読ませてください。はい、なんだろう、それだけじゃダメですか。なんかでもやっぱ長いんで、お味噌汁とかそういう日本を味わえるものは必ず持っていこうと思います。じゃあ漫画は持ってきません。そうですね、こう
まあ、持っていきたいものというか、まあ、いつも持っていってるものは、あの高校の時にあのすごいお守りを作るのが流行ってたんで、まあ、後輩とか、まあ、同期から、まあ、先輩からもらう、まあ、お守り袋みたいなのがあるので、まあ、それはもういつも欠かさずこう、まあ、怪我だったりとか、まあ、試合だったりとかの、まあ、お守り代わりとして、まあ、持っていってるものですし、あのベレーザ の北村七海さんがなんか前回のアンダー20のワールドカップ前になんか自分に似てるレゴのストラップみたいなのを、まあ、買ってくれて、まあ、リュックにつけとけよっていうあのことで、まあ、買っていただいたので、それは、まあ、欠かさずリュックに、まあ、つけて持っていってるものですし、まあ、先日あのこう、まあ、自分自身が、まあ、成長する上で、まあ、すごく、まあ、恩師である、まあ、小川コーチっていう方にあの、まあ、試合観戦に来ていただいて、まあ、その小川コーチの娘さんがあの、まあ、日本代表の、まあ、カラーの、まあ、スパイクのキーホルダーみたいなのを、まあ、くださったので、まあ、お守りをいっぱい持っていきたいと思ってます。まだもう少しありますか？あ、じゃあ、はい、お願いします。ズバリ何点取ります？宣言していってください。嬉しいかな。やっぱりゴールに一番近い選手なので、アンダー20の時のワールドカップの時に5点取ってるんですけど、それを超える点を取って、まあ、さらにいい景色を見に行きたいと思います。してあの大先輩にいい報告ができるように頑張ってきます。まだあの点決めたことないんで、まあ、まずは、まあ、しっかり得点が奪えるようにっていう、まあ、気持ちと、まあ、1試合1点取れるように、まあ、目指して頑張りたいと思ってるので、まずは3点は必ず取って帰ります。今から写真なのに岩井さんのせいで汗かきました。ありの方で、はい、正面から、はい、正面から。